ミルティアデスカリリスは自由都市ダンツヒ出身の指揮者。ダンツヒにてギリシャ人の父とドイツ人の母の下に生まれる。幼少期はドレスデンで過ごしたが、1938年にアテネに戻り、アテネ音楽院でマノリス・カロミリスやセオドロス・ババヤニス等の訓導を受けた。1942年にナチス占領下のオーストリアに留学し、 ウィーン帝国音楽院に留学したが、ナチス政権不支持の態度を堅持したため、1944年に一度、方向処分となった。第二次世界大戦後、1946年から、ヨーゼフ・シュタット劇場のピアニストとしての活動の、傍らで、音楽、舞台芸術アカデミーへと解消した、音楽院に復学し、ハンス・スワルフスキーに指揮法を学んだ。 九百四十七年に音楽院を卒業後、ケルン、グラーツやウィーン等の各地の歌劇場で指揮をして、経験を積み、九百六十年から九百六十七年までフィルハーモニアフンガリカの主席指揮者を務めた。九百六十九年から九百七十一年までオスルフィルハーモニー管弦楽団、九百七十八年から九百八十八年まで、 ウィーン・トーン・キュンストラー管弦楽団の各オーケストラで首席指揮者を歴任。1995年からギリシャ国営放送のオーケストラを指揮。アテネにて没。ムンター・リー・フェナー、マティアス、エド・カリー・ディーズ、ミル・タイ・ディーズ。ブロックハウス・エンツ・クラペーディー、ジャル・ブーフ1998。 363億力4億6949万4685ミルティアデスカリディスディスコグスファットミルタイディーズカリーディーズ2019年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月12日閲覧ロー・ウプシロンラムダニューイータイオタラムダタウイオタデルタイータアルファロー、デルタイータオミクロンデルタオタシグマイータミュー アルファロカイオトミューウプシロンシグマイオタカッパ、アルファパイタウウプシロンラムダパイ、タウアルファミュー。キソライイカ、グレーン、オリジナルの2019年7月12日時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ 34rew2019 年7月12日閲覧。ありがとうございます。